はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。妖怪ウォッチ、プニプニーの実況をしていきたいと思います。今日は、ちょっとね、スコアタック。また初日にやりたかったんですが、まあ、ぶっちゃけね、あんまりいいスコアも出ないんで、まあ、とはいえね、これもすごい中途半端な日付なんですけど、一応このね、鬼王って読むらしいですね。鬼王じゃなくて。鬼王螺旋さん。をちょっとね、芝居てみようかなと思います。一応2万5000円入ればゲットできるんですけど、まあ、きついかなと。特に有利はなくて。私、特攻何も持ってません。ローンもないし、整理もないし、コマさんもないので、まあ、きついかなと。で、一応まだ最終日じゃないんで、アイテムとかコンテには解禁しないで、とりあえずやってみます。お試しみたいな。まあ一応頑張れば青龍取れんのかな、どうなんでしょうね。そういえば青龍チャレンジもそろそろやってみた方がいいかも。いいかもしれないですね。ちょっと待って。なんかさ、スコアタックやるとさ、反応が悪いんで。そんなことあるの？これがリアルって？まあいいんですけど、いいのか？本当にいいのか？あ、ちょっと、恐ろしく反応が悪いで。まあまあいいんだけどね。本当にいいと思ってんのかな。まあ、ぶっちゃけ山田ね。山田さえ作っちゃえば。で、全然やん。全然やないかーい。まあ、ぶっちゃけワンヒーバーね、できればいいかな。と思っているので、いいんだけど。あ、間違った。なんでヤマタンから入ったんや。もういいや。逆やったのにね。もう全然ヤマタンおらんし。ループにもなる。これ弾出ちゃうからさ。あ、ちょっと待って、しかもさ、これ待って。今 G じゃなかったんじゃないこれ。私そう思ったんですけど、気のせいですか？気のせいじゃないの。これちょっと、昨年に一回やり直そうから。ちょっと待って。これひどかったね。本当に。これちょっとね、コツですね。あ、でもさ、1、10、100、1000万、10、100、1000万。1000万。メンテ？あれ今日メンテだっけ？なんちゅうタイミング？すごいタイミングでメンテ入った。この結果どうなるのか、ちょっと後で繋げてみようかな。お疲れ様でした。バイバイです。こんにちは、ソルウィンです。というわけで、メンテが開けたんで帰ってきたんですが、なんと、はい、こちら。スコアダックね、やっぱり、メンテ終わったけど、メンテがふってこうカットインしてきたから、スコア反映されませんでしたね。というわけで、もう一回やりますか。微妙なパーティー、あれこれ、このパーティーだったっけ？特攻もないんで、とりあえずね。で、最終日でもないんで、アイテムとかコンティニューも解禁しないで、ただ単にやります。まあ、ミッションもあるんでね。というわけで、やり直し、多分動画つなげてると思います。多分ね。あんま良くないな。整地した方がいい。まあ言うてね、もうワンフィーバーやればええかな、みたいな感じ。これでもうまくやれば、あれかな、ワンフィーバーで、極吹雪姫2回使いそうじゃないですか。だからむしろヤマタンがね、いるから。ね。ごめんなさい、ちょっと。喉の調子が良くない。どう？ちょっと待って、ちょっと。まあ、とりあえずだよね。とりあえず。まあ、ワンフィーバーでいいから。まあ、無理しない。で、あ、逆が良かったな。先に多分、フグチちゃんの方が良かったよね。でかくなるから。極秘武器が止まってない。これじゃもうフィーバーも何もあったもんな。フィーバー時間がない。これせっかくだからまあコンティニューしてもいいか。
時間増えるか。あ、これじゃ、あ、これ G か。G なんだ。あ、だ氷が切れてるから微妙だったかな。まあ、すごい微妙。まあ、いいや。はい。まあ、こんなもんでいいでしょう。とりあえずね。ボーナスがつかない。え、待って、190万 ?1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。あ、1000万か。そうだよね。190万だよね。でもこれだと2万5000円は無理だよね。3万8000円か。これ、あ、いやー、でもきついよね。でも2万5000円か。どうなんでしょうね。アイテム使ったりとかして、やればいける?とりあえずね、Y ポイントもらえるしね。やっとくに越したことはない。ニャンボミッション終わらせたいですね、サクッと。で、これやりたい。で、あとスコアチャレンジ。まあ、何回か後でやっときますか。うん。はい、というわけで、今回は、スコアアタックで、鬼オーラ戦に挑んでみましたというわけで、まあ、あとは最終日にもうちょっと頑張って、ランキング2万5000位目指してみたいと思います。お疲れ様でした。バイバイでーす。